まあ映画や尾張黄門徳川宗春物語歌舞伎侍万三郎高須の四ツ谷松平家の養子に万五郎様は安之助様との相撲で勝つ工夫ではなく強くなる工夫へといつの間にか変わっていきました。技量を得るまでは安之助様の軸足を少しでも動かすとか、小手を決めて少しでも慌てさせるとか、正面から当たるにしても右の前みつを安之助様より早く握るとか、毎回目標を持って安之助様にぶつかるようになりました。それを受ける安之助様も目標が変化していく万五郎様に対応すべく注意をされるようになり、安之助様もどんどん強くなっていかれました。万五郎、そなた安之助に勝とうとしてないが何故じゃ？さすが万三郎何故。住まいは勝負ですが、相撲は強くなることです。強くなる工夫をしているだけです。なるほどの。わしは体が弱いゆえ相撲はできぬが、そうじゃ、碁の相手をしてくれぬか。碁は難しいです。できる範囲でよい。そなたと碁を打つのは楽しそうじゃ。神谷道中を知っておるか。いいえ。10歳で本因坊道作の門に入ったそうじゃ。8歳で碁を打ち始めたと聞いておるから我々の方が早いぞ。兄上、教えていただけますか。はい、わかった。万五郎様は万三郎様と碁を打つようになりました。幼い万五郎様には五目並べがせいぜいで、碁の打ち方はあまりわからなかったのですが、碁は面白いことだけは分かりかけた頃、この年11月18日に万三郎様が美濃高須の尾張徳川家御連氏四ツ谷松平摂津守義行様のご養子となられ、江戸に下校されることになりました。義行様は宗春様ご兄弟のお父上、綱信様の同母弟です。まだ薄暗いその日の朝早くに、万三郎様は万五郎様と名古屋城二の丸御殿のお庭で会われました。万五郎、江戸へ行かねばならない。摂津守様が父となる。兄上は兄上で亡くなるのですか。碁が打てなくなりまする。はははは、そうではない。お前の兄だよ。お殿様である兄上をおそばで助けるために四ツ谷の叔父上様を父とするんだ。お殿様の兄上のために。お殿様の兄上のために。お殿様の兄上のために。どうした万五郎、難しい顔して。わかりました兄上。お殿様をお助けできるように工夫していきます。そして江戸に下ったらまた碁を打ってくださいますか。それまでに強くなる工夫をしまする。万五郎様は急に明るい顔になりお返事をされました。工夫か、そうだな、工夫だな。幼き二人の会話をそっとおつけがろう竹の輿筑後の神友政様が笑顔で聞いておられました。次回、万五郎のわがまま。姉となる九条助子を今日に迎えに行くと訴える万五郎。お楽しみに。